はい、酒井敦史です。今日はですね、マッシュルーム、キノコを使ったスープロワイヤ、フランス料理でチャームシ状の料理のことを、ロワイヤルと言います。中弱火で12分ぐらい蒸していきます。では時間になりました。12分経ちましたので、はい、火入ってますね。トロトロです。美味しそう。香り付けです。お好みのハーブがあればね、一緒に添えて召し上がってください。はい、では試食します。キノコとクリームのバランスがいいですね。ポイントはこのトマトの酸味が全てを
美味しくしてくれるセボンです。